石の碑文を読む。石彫りの剣、手細工の剣を作ろうとした不運な試み。剣は未だに主が現れるのを待っている。英雄に与えられたチャンスは一度きり、それ以上は読めない。じゃあ抜こう。え、もう一回。手細工ということは、剣作りの技術について思いながらかな。ダメだはあ、違うんだ。お、聞き覚えのある歌だわ。パチンして、え、ドラゴンが光栄。どうしよっかな。せっかく燃焼してるけど、出血したら止まっちゃうんだよな。はい、感電。うわ、凍結しちゃった。勘で、うん、強いな。あ、ミスった。まずい。やれんか。あ、凍結止まった。お、節約した。やれんか。これなんだ。ハートアタック。お、これだ。心の傷は治るが、この武器から受けた傷は治らない。クロスボウ。お、出血あんま出ない方がいいよな。これなんだ。
で、こう帰ってきた。やばそう。大丈夫なのこれ。襲ってこないんだ。間違えた。やってもうた。氷屋だ。ミス。よし。わお。回復するか。敵多いね。うわ、タンク2体。燃やすか。雷。もったいない。うん、凍っちゃった。よし。いやー、きつ。氷耐性か。わ、やりきれん。
ん？なんか4出た。4ってやつが出た。よし。もう一匹。二体。感電。あ、やっちゃった。お宝が。ブラッディメアリー強そう。多分ここじゃない？違う。どこだ？ここだ。出血効果か。デッドリーエンカウンターだな。さて、ボス戦かな。行ってみよう。あ、で、これかな。今までの考え方を改めるよ。これからはちゃんと掃除する。なんかどっか開いた？どっか開いたっぽいな。こう開いたのか。あら。一旦ここトン。わお。燃えないな。一番後ろやろう。 OK で全員感電してくれると嬉しいが、一体だけ。まあ、しょうがない。いや、氷しんどい。まあ一体ずつだね。ミスった。ナイス。
感電しない。もう弾がない。氷効かないんだっけ。あ、効いた効いた。よし、いいね、節約いいね。お、失神。よいしょ。なかなかどうしてしぶとい。なんかあるよこれ。幸運を呼ぶウサギの足キーホルダー。へえ。運が1上がる。なんか怪しいけどなこれ。ついに素手から失神させる確率は下がるけど、あとクリティカルが下がるのか。素の攻撃力が上がった。これはこれ椅子か。そんなもんか。え？もう緑の花瓶いらないくない？実は緑の花瓶が3つあったりする。もうパッと見ないわな。なんだこれ、追加の緑の花瓶なんだ。まあ、一旦行くか。
お。あった緑の花瓶。なんか回復できそうだね。なんだ、ウォーミングアップクリーム、素晴らしい発明だ。私ほど長生きすれば気持ちがわかるだろう。活力インジェクション。これかな？倒れたチームメンバーを蘇生する。へえ。いいね。じゃあ。展示ホールダー、二つ目の鍵の守り人がここにいるはずだ。います。ん？何かが足りない。うん、引っ張れる棒がない。この辺の刀とかさ。お、棒じゃない、これ機械の部品だもん。なくなったレバー、あの辺の刀とかもらって使えばいいのに。あ、機械の部品。で、戦うか。一旦回復しとこ。そうね。炎は効きそう。あら、うーわ、感電エグ。ガードしかできなくない？よし。うん、ガード。いやー、殴るしかないね。お、いいね、回復。コンバスション燃えてくれ。
お、あ、でももうちょいか。いや、SP 減らないね、モラーナ。ヒールが厄介すぎる。OK。 お、来た。狂気状態。ポイズン。ポイズン。ああ、医療パックいいな。鍵を両方手に入れたわ。これでホールのドアを開けられる。近道があるような気がする。ふう、これまたボスいんのかな。いるよな、ここまで中ボスでしょ、どうせ。州立裁判所の命令により、あなたたちにそんな権限はないわ。委員会の決定は、娘を返して。児童虐待と嘘よ、名誉毀損よ、娘を返して。容認できない子供の親権条件について、ミセス・グレイ、やめてください。グレイなのだ。ん？ちょっと噛んだな。グレイなんだこれ。まあそんな感じはしたけど。前日の理由から、あなたはシングルマザーとして子供に必要な生活水準を提供できません。よって子供は政府施設に返されることになります。まあ確かに虐待してたな。あれ、ここにもなんかあるよ。あ、でもこの瓶は取れないんだ。おっと、わお。我が王宮に歓迎するぞ、旅人たちよ。あ、もらったもらった。うん、あなたの仲間と出くわしたわ。ならば渡せ、褒美を授けるぞ。渡す。悪魔のエッセンス。渡す。き、ん？ん？ん？機械の部品3。ほう。悪魔のエッセンス。なんか作れんだ。臭い半ズボン、あんまり装備したくないよ。はい装備せず取っときましょう。パチンとして、あ、レベル上がったから。もろもろ回復したね。
うん、強くなったね。よし、来た。開ける時が。